本当にそこを成功するまで諦めないぐらいトライしないと多分難しい世界、芸能は特になっちゃったから、チームでちゃんとクリエイティブして作ってったら、まあそういう天才たちにも太刀打ちできるかもしれないし。たくみさん自身のロックバンドみたいのはやらないの、プレイヤーとしての。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!でもやっぱりね、時間の取り合いじゃないですか今って。5分とか10分とか、うん、まあ、1時間人からサブスクとかでもらうっていうのも、ネットフリックスでもさ、もうほんと5分ぐらい見てやめちゃうとかさ、うんうん、YouTube でも TikTok でも。だから TikTok だったら本当にもう1秒未満の勝負、うん、このスクロールで気になるかみたいな感じだから、うん、めちゃくちゃ興味を持たせるっていうのが難しいから、やっぱパンチが難しい時代ですよ、うん、なるほどね。最近うちでレペゼンの DJ 社長の本出してて、はいはいはい、彼らも DJ グループっていうんで、うん、ライブを積み重ねてて、うん、どんな感じでやってたのって聞いたら、もうスタートは100人とかの墓のとこに15人とかしか来なくて、うん、当時はまだツイッターとか始まって間もなくもないのかな、うん、そういう時代の時にひたすら自分で LINE グループで、うん、いいねとかをしてくれる人たちを、友達とかそういうのをあれして、自分が何かツイートするとそこにいいねをみんながしてくれるようになってっていう人たちを作って、で自分で次のクラブに営業して、で初めはフォロワーとかを買ったって言ってた。でもいいねとかしてくれないから、そのフォロワーの数に相当するいいねの数を自分でアカウント作ったり友達とかで押してもらって、一旦ちゃんとフォロワーが本物みたいに見せてクラブ営業をして、例えばじゃあ初めて大阪行くって言ったら、日本で今一番フォロワーの多い DJ ですみたいな感じで、でも行ってもお客さんなんていないから、行った先でもう路上で声かけまくってとかってやって、でもあれよあれよで100人の時に15人ぐらいしか来なくて、次500人のとこを借りて100人ぐらいしか来なくて、次2000人のとこからあれしてって言って、でもなんかどっか2000人だかなんだかのところから人が埋まり始めてとか、で結果ドームに、やっぱりそういうね、失敗を恐れずやりまくるから、成功の道がねやっぱりあって、結構ねやっぱり普通の人だったら多分くじけると思うんですよこれ。そうだよね、だけどもう本当にね、チャレンジチャレンジチャレンジ、トライトライトライで、もう本当にそこを成功するまで諦めないぐらいトライしないと多分難しい世界、芸能は特になっちゃったから。昔はねアーティストもまだ組数が少なくて、ある程度の界隈に行っちゃえば目立つこともできるし、今みたいにね自分で発信して才能ありますってできないから、見つけるのもレコード会社の人がある程度の才能を見つけてそれデビューさせたら、その中ではねその人がいいけど、でも世界中にはねもっとすごい才能っていっぱいいるのが、そのすごい才能が自分で手を挙げて出る時代になっちゃったからやっぱり厳しいんですよ。そうだよ、ね、でプラットフォームが自分たちで稼げるメディア作っちゃったから、だからそのチームでビジネスしようっていう、まあ、そういうね、特殊な才能がある人は自分でやるんで、だけど今までだったらすごい良かったアーティストたちもチーム組んで、俺らみたいにじゃあ曲書ける人、表現できる人ってチームでちゃんとクリエイティブして作ってったら、まあそういう天才たちにも太刀打ちできるかもしれないし、それが何組もいれば組織としてイベントもできてムーブメントを作ったりとかできるんじゃないか。俺もやっぱりもともとギタリストだからボーカリストがいないと何もできない。今はねもうギタリストだけでも凄まじいテクニックで稼げちゃってる子たちはいるけど、だけどそうじゃなくて、やっぱり昔のロックミュージシャンとしてはボーカリストありきの、でボーカリストに恵まれなかったら気づいたらもうプロデューサーとか裏方の道に進むみたいなルートの中で、自分がボーカリストでもないしクリエイティブの自分の力量っていうのも知ってるし、ここを組み合わせればいけんじゃないかとか、まあ、そういった感じですよね。なるほどね、同級生でも、まあ、ニコニコ超会議っていうのを今一番のプロデューサーで、まあ、ドワンゴの CCO っていう偉い人になってる横沢っていうのがいいんですけど、それは高校の同級生なんですよ、で彼も、まあ、ニコニコとかでムーブメント作った時に、やっぱり自分が次は右を流行るぞってやったら、もう本当に全員がもうそこの右に行くみたいな、そのなんか状態って本当に気持ちいいじゃないですか。自分がこれ流行るぞって言ったらもう流行るみたいな。でもそういうの間近で見てて、でもエンターテインメントでそういうことできるって、秋元康さんとかもね、まあ、そうじゃないですか。
そういうプロデューサーに憧れてというか、うん、でもそれが音楽か何でハマるかって分かんないけど、うん、まあ、一つの手段としてアイドルっていう、うん、まあ、俺がちょっと魅力を感じた世界、うん、だからアイドルで勝てるとかじゃなくて、うん、計算じゃなくてアイドルが面白いと思って、うんうんうん、そのミスマッチが、うんうん、これだったら戦えるきっかけになるんじゃないかなと思って。なるほどなるほど。アジアとかね、言っていいのか悪いのか分かんないけど、うん、この前ガクさんがあの川上さんとこの横澤さん、うん、と匠は一緒だってなんか似てるって言うんですよ。まあ、そもそも同級生なんだ。聞いても同級生、同級生なんだけど俺が留年した時の同級生全員先輩先輩って言われる中で、うん、彼だけ俺にタックンタックンって言って来てくれて、うんうん、で俺が昔高校生の時ライブやってた時に全部来てくれてみたいな。あ、もうその時からの仲。そう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 、高校の時から一番仲良かったような、友達で。たくみさん自身のロックバンドみたいのはやらないの、プレイヤーとしての。やっぱりね、そこはさっきも言ったようにやっぱりボーカリストありきだと思ってるんで、だからそこを目指してないんですよね、あんまり。まあ、出会いがあったらやるかもしれないし。出番ですか。じゃあここで一曲ここで一曲オーディションでも普段のほら我々の仲間の人たちを集えばドーム借りれるかもしれない。すごい投資家の方とかもいるから、うん、東京ドームに来たら5000円できるライブやったらうまんじゃないかとか、そう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 、10億ぐらいあったらねできるんじゃないか。東京ドームライブ見てくれたら5000円もらえるとかね。そうそうそう、逆チケットそうかもうファン席をもう1類2類3類みたいな感じで9人ぐらい集めればもうなんとかなるみたいな。でもさ、そのライブのさ警備員とかさ、いやこれ立ってるより入った方がよくねえかってみんな職を放棄して入りそうだよね確かになんでやってんだろうって思われがちだけど、やっぱり自分的にはそのエンタメコンテンツに魅力を感じて、うん、AKB とかももクロとか、まあ、10年前とかだと流行って、うん、そういうのが儲かりそうとかでの動機では全くやってなくて、うんうん、儲かりそうっていうよりは面白いことができそうが先行してる。なるほどなるほど、うん、でもそんだけお金突っ込んでたらね、どっかでマネタイズできないとね。あ、でも、うん、もうやっぱり途中で、あ、これやったらもう終わっちゃうと、うん、このやり方やってたら終わっちゃうから、もうこっからはコストカットして、うんうん、まあ、ある程度名刺代わりのは作ったから、うんうん、ちゃんとコストカットしてメンバーにもそれを全部シェアして、うん、スタッフにも全部数字をシェアして、でも本当会社ですよ、毎月目標値立てて、うんうん、何パー目指してて毎日の売り上げも全員でシェアして、このままでいくと月間何パー達成ですよとか、まあ、そういうのは裏側ではしっかり。アイドルの子たちめっちゃ若い子たちでしょ。そうですね、そういうのって分かるもんなの、その数字の話。いやでもそれは鍛えればなんとなく、でもやっぱり俺がアーティストだったから、その隠されたり騙されたりするのがアイドルの子ってすごい多いと思ってるから、うんうん、でも俺がやりたい信頼関係のチームビジネスってそうじゃなくて、うんうん、しっかりそういうのも分かって自分で目指すべきとこも分かって、アイドルが終わっても次の人生に役立つようにしとかないと、アイドルって絶対永遠じゃないんで、そうだよ、まあそっからアーティストになりたい、女優になりたい、まあ結婚もあるかもしれないけど、まあその中で役に立つことをしないと。やっぱり昔って芸能って人買いって言われてたんですよ、マネジメントが。それがすごい嫌で、俺もその経験をした時期があって。そうだよね。まあ経験をしたことがあったから、自分でやられて嫌だったり恐怖に感じることはやっぱりやりたくないから、うん、恐怖に感じることとかあったんですか？いっぱいありましたよ、もう本当に怖い事務所に連れてかれたりとか、もうちょっとで家にダンプカー突っ込まれるんじゃないかとか、さまざまなあの危機を乗り越えて。そうだよね、うん、それを今今度やる側、突っ込む側に突っ込まれどんどん温厚になってる。温厚になってる。でそれでまあその1個前は業界内で一番厳しいと言われてる学生さんのところにずっと10年間修行をして。そうだよね。でもアイドル界も大概トラブルいろいろ起きるんですけど、やっぱり若い子たちを扱ってるんでいろいろ起きるけど、そのトラブル対応力っていうのはもう結構ねものすごい身についてるんで、どうやってやるかっていうその決断力とか、どう判断すればいいかとか、まあ、リスクヘッジはすごい学生の時っていろいろあったんで、そこはすごい非常に役に立ってる。でも最近の我々の学生さんとすれば、はいはい、相変わらず読めないとか多いなと思うのは、この前日本で飲み会あって行ったら運転手の人が変わってて、はいはいはい、マレーシア人の運転手の人が日本に来て運転して、うん、だから学生さんがその運転手気に入ってわざわざ日本まで連れてきて運転手にしたりとか。あ、じゃあこっちに住み込みで多分ガクさんについて回ってんじゃないかな。なるほどね。もうずっとすごいなと思って。
だって普通に移動費とか考えたら、まあ確かにね、気に入った人がいると連れてきちゃうんだなとか、もうマレーシアでは完全釣り人、うん、もうミュージシャンじゃない釣り人もう釣り人になってる、もうすごい、いやでもね、また記録を更新したぞみたいな、いやでも、うん、兄さんはマジでハマって追求する能力おかしいよね、いすごい、もう本当に極めるまでやるよね、うん、だってもう釣りなんて初めの頃ってみんなでワーワーやってたの、うん、現地の友達とか、うん、日本人とかも、うん、まあ、十何人とかで行って、うん、あ釣れたとかなんやとかってこう楽しんでたの、うん、でもあの感じでずっとどんどん突き進めて、もうしまいにはボートまで買ってやるから、すごいよね、毎回入れ替わり立ち替わり10人20人いた釣りメンバーが、うん、もう俺だけがかろうじているみたいな感じになってすごいよね。だから一つ前はよく、ね、今でもやられてるけど PUBG ってゲーム、うん、俺とかはガクさんに紹介したのに意外とすぐ飽きちゃってずっと怒られてましたけど、うん、どうせハマるんだったらもうビジネスにしようっていつも言われてるぐらい、うん、趣味にするんだったらもうこれをビジネスにできるまでやり続けるっていう、そうだよね、決め事があるから、だってスノボハマったら雪山買っちゃったりとかさ、雪山買って CM につなげたりとか、うん、PUBG とかもゲームにハマったらそれのアンバサダーをやったりとか、うんうんうん、全部つなげてるんで、なんかのプロになるって、うん、人間が一生かけて一つのものを一個でも何かのプロになればすごいみたいなイメージがあったのが、ガクトさんの場合ってちょっとこれハマったって言ったらそれはもうプロの域に行くまでやっちゃうんだ。そうそう、だから仕事するにしても普通の芸能人みたいに中途半端ににわか知識で行くのがすごい嫌なんだって。あ、だからポーカーでポーカー番組になんかちょっとハマりだして、ポーカー番組提案しようって言った時も安倍間さんでやってたんですけど、その時も自分たちがしっかりトーナメントとかやって追求しないとその業界の人たちから認めてもらえないから、ある程度本当に突き詰めて好きになろうっていうので海外のトーナメント行こうみたいな、やっぱり知らないことだらけじゃないですか、もうね、実際行ってみると。だからそこでコミュニティもできるし、まあその人たちから教えてもらったりして、ガクトさんだからまあ、すぐ周りに一流の人が、ね、そうだよね、集まる、その道のトップの人が集まるから、うん、やっぱり一流の情報が入ってくるんで成長も多分人より全然早い、うん、損切りも早いよね。なんか釣りのちょい前にゴルフやるって、うん、ゴルフは早かったですね。でこれよえゴルフやるぞって言われて、うん、あ分かりました、じゃあちょっと練習しておきますみたいな感じで、で匠さんとか今兄さん日本でプロの人に全部測ってもらって、うん、そうそうそう、完璧の用意したって言ったら1週間後にゴルフやめたってそのゴルフセット作った人も口開いてましたよ、もうものすごい高いオーダーメイドの作ったからそうだよね、その辺のね、とことん行くかスッとやめるかの、やっぱりこれがハマらないって言ったらね、すごいよね、どういうので、まあ、だからそういう基準なのかもしれないですよね、とことんハマれるかハマれないかみたいな。でもやるって言ったの大体8割9割ハマってそのままね、いやでもそれはね、まで行っちゃうってすごいよね、うん、やっぱりね、ガクさんはその勉強の天才なんですけど、翔さんが企画してる騎士団万博っていうのに一度出させていただいたんですけど、やっぱりね、あの人すごいなと思うのが、これは無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング、わがまま純度 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法、諦めることを諦め、あるがままわがままに、中学生にして南米一のサッカーチームの選手一人ずつに飛び込み挑戦状を叩きつけ、スター選手たちのガチ対決、伝説の人を地方へとヒッチハイクと自転車で放浪の旅に出たい、落ち込まれ高校時代5割の集中力を使い、半年で全国上位の成績アーンド受験勉強終了、その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンドを突破するが、ちょっと待って、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか、一度描いた夢に落とし前をつけてやる、ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ、そして若造は気づく、格好悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ、それなら自伝になるような物語を生きてやる、若造は無謀な挑戦を続け念願の自伝を出版、今季国立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェをマチュピチュ含め世界中に30店舗オープン、全米でも英語版の自伝を出版、今もなお遊びの仕事に愛と自由の冒険を続けている、これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている果敢でバカな若造の物語、全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ、辻と漫画が融合したストーリー自宅の新感覚自己啓発書、ガタと傭兵長悪あがき重版決定、 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.